ふわっと元気にコンタンソー、皆さんどうも、ダイです。今回は特に初心者必見おすすめ持ち物ご紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ではまず早速、とりあえずこれを育てておけば間違いないといった最強持ち物、まずナンバーワン、こちら気合の鉢巻き。でもこの鉢巻きに関してはまずもうどのポケモンに持たしてもいい、なんだったら全ポケモンこの鉢巻きを持っていいレベルです。ご説明しますと、まずこちら効果が、HP が低下しているとき3秒の間、それまでに減った HP の 8%、11%、14% を毎秒回復するといった効果なんですけれども、まあ、つまり1秒に1回 8%、合計するとレベル1だと 24%、33%、42% を回復するといった効果なんですね。で、こちら正直えげつない強い、まあ、多分今動画流してると思うんですけど、倒れかけ、まあ、大体多分ね HP が4分の1を切ったあたりで自動で発動する効果になってるんですね。で、ちょっとウィキとかで調べてみたら、これ1分20秒のクールダウンがあるみたいなんで、まあ、1分20秒に1回 HP が4分の1になった時に、自動的に1秒に1回 14% の HP を回復するといった効果なんですよ。で、これねマジでえげつない強い、まあ、まずそもそもの話ですよ、体力が減ったポケモンがいたら倒したいですよね。そう、体力が減ったポケモンを見たら倒したくなっちゃうんですよ。削った、あいつもうちょっとで倒せると思ったら倒しに行っちゃうんですよね。でもその結果何が起きるかっていうと、気合の鉢巻きで回復して、で特にこれレベル20まで強化したら 42% もうほぼ体力半分回復するんですよ。はい、体力4分の1から半分回復したらもう大体3分の2以上の体力になるんですね。もう返り討ちにできるんですね。はい、要するにもうね、このアイテムね、正直全アイテムとりあえず買って、まあいろいろ使ってみてっていう風に調べてみたんですけど、正直ダントツでえぐい。俺はこのアイテムに関してはちゃっちゃとレベル20にしようと考えてます。多分他の動画で言ったんですけど、チケットを3000枚無駄遣いしたんで強化できなくなりました。知りたい。とりあえずまあで、総評すると、でこの気合の鉢巻きなんですけど、防御特防も上がるといった形で、結構ね、まあぶっちゃけ数値、防御とか特防がどれくらい上がったかっていうのはぶっちゃけ持ってる持ってないで比べてみないと分かんないので、どんぐらい変わってるかに関しては正直言い表しづらい。ただまあやっぱり持ってるのと持ってないのだと、まあ、硬さに違いはやっぱ、まあ、持ってるだけ感じる。はい、ただ少なくとも目に見えて分かる効果、このHP 回復効果、これはマジでイカれてるぐらい強いんで、まあ、あと何より防御力が上がる、防御特防が上がるっていうのはどのポケモンでもね共通して嬉しい効果になるんで、正直このアイテムは全ポケモンに共通して持たしても強いアイテムになっております。まあ特に相性がいいものだっていうんだったら、まあそうですね、まあ狙われやすい私らがだったり、特にタンクで前衛を務めるカビゴン、あとそうですね、岩パレスなども、そういった前衛キャラクターおよびタンクキャラクターおよび狙いやすいキャラクターにはかなり相性のいいアイテムにはなっております。ただまあそれは差し置いても全ポケモン持っていいと俺は思う。はい、で続いてのアイテム、軽石です。このアイテムそもそもモバっていうマルチオンラインバトルアリーナというね、モバというゲームにおいて何が強いか、そう、移動速度なんですよ。はい、昔前のポケモン体験版の生放送でもね同じこと言ってたんですけど、基本的に移動速度が強いやつは全部強い。このゲーム、このゲームにおいて移動速度が強いっていうのはマジで正義でしかないので、移動速度を強化することのできるこの軽石、これはもうね基本最強です。どのポケモンに持たしてもいい。はい、一応効果として戦闘から離れてる間移動速度が、まあ、10%、15%、20% 上がるって効果なんですけど、まあこれもね、駆けつける力が速くなるっていう部分でも特に強いので、正直どのポケモンでもありがたい効果になります。まあこの戦闘から離れてる間の移動速度アップっていうのを差し引いたとしても、基礎的な移動速度が40上がるっていった、もうこの効果だけで軽石はマジで強い。モバは移動速度が強いやつは最強、もう本当にモバイコール移動速度といっても過言ではない。はい、これは過言かもしれない。まあただそれぐらいに移動速度が速いっていうのはもう強いことなんで、もう岩パレスとかはもう絶対空破ですね。はい、まあ、そういう話ではあります。
一応のまあ相性のいいポケモンとしては、まあぶっちゃけ全ポケモン持ってても損はないと思うんですけど、まあ、特に、攻撃が上がるのってね、エースバーンとか、まあ、カイリキーとかそういった、まあ、物理アタッカーには特に優秀な効果にはなっておりますね。特にエースバーンなんかは自分自身結構脆いキャラなんで、間合い管理が重要にはなるので、移動速度が速くなる軽石はかなり優秀かなと個人的には思っています。念のためですが、攻撃が上がるので、アロアラ球根やピカチュウといった特殊型アタッカーには相性が悪いと思いがちですが、まあ、アロアラ球根もピカチュウも通常攻撃1打目2打目自体は、攻撃の数値を参照しますので、まあ、別に全然腐るってことはないので、基本的に持たせ損っていうことはないのでご安心ください。はい、以上が、まあ、汎用性マックス困ったら持たせておけアイテム2000ですね。はい、まあ、他にもいろんなアイテムがありますし、ピントレンズとか僕はかなりあの好んで使っているものにはなりますので、ピントレンズもおすすめしたい気持ちはあるんですが、まあ全員に持たせるかって言ったら、まあそうじゃないかなって正直思うので、はい、まあ、全員に持たせてもいいと思うんですけどね。まあ、ただ少なくとも気合のハチマキと、軽石、この2つに関してはどのポケモンに持たせても絶対に損をしない性能になっておりますので、もう初心者の皆さん、とりあえずアイテム強化できるようになった、何のアイテム強化したらいいか分かんない、どうしようと思ったら、気合のハチマキ、軽石、特に気合のハチマキ、正直20まで上げていい。この2つのアイテムを、強化していくといいんではないでしょうか。そして、他の好きなポケモンに合わせて物知りメガネ、僕はアロキュー好きなんで物知りメガネですね。あと貝殻の鈴、力のハチマキ、物理アタッカーに最適、そういったアイテムを強化してみてはいかがでしょうか。カビゴンや私らがだったらお助けバリアが特に優秀ですね。はい、といった形でね、ご紹介以上になります。まあぶっちゃけいろんな形があると思うんですけども、正直強くなりたいんだったら、まあこの2つを強化しておけば間違いないかなと思います。まあ少しでもためになったなといった形でね、興味出ましたらぜひチャンネル登録高評価よろしくね。バイバイ。